このままここで塔が崩されてただ食われるのを待つしかねえのか。もう何かやることはねえのかよ。くそくそ、こんな任務も中途半端なまんま全滅なんて。私も戦いたい。何か武器があればいいのに。そしたら一緒に戦って死ねるのに。クリスタ、お前まだそんなこと言ってんのかよ。彼らの死を利用するな。あの上官たちはお前の自殺の口実になるために死んだんじゃねえよ。お前はいつもどうやって死んだら褒めてもらえるかばっかり考えてただろ。違う、私は。クリスタ、こんな話もう忘れたかもしんねえけど、多分これが最後になるから思い出してくれ。雪山の訓練の時にした約束を。あの時か、エレンたちと捜索に行こうとしたんだけど、みんな無事に戻ってきたんだったっけ。雪山での訓練中に倒れたダズを私が親切にも崖から下ろして基地に届けてやった時の話だ。あの時お前は私に聞いたよな、どうやって崖から下ろしたのかってさ。私はそれにこう答えた。教えてやってもいいが、その時はお前も元の名前を名乗って生きろと。ユミル、一体何をするつもりなの？ナイフを貸してくれ。ほらよ、何に使うんだよそれ。ありがとよ。まあそりゃ戦うんだよこれで。ユミル、何するつもりだ。さあな、自分でもよくわからん。クリスタ、これはただの私の願望なんだがな。お前、胸張って生きろよ。おい！
で巨人に。おいおい、あいつユミルを援護しに行く気か。狙い通り。クリスタ、お前は知ってたのか。ユミルが巨人だったって。知らなかった。いつも近くにいたのに、こんな。言ってやろう。ユミルは何か巨人の力を知ってた風だぞ。捕らえた。あいつはどっちなんだ。どっちって、ユミルが人類の敵かもしれないっていうの。こんな力持ってんだもんな。何考えてんのか分かったもんじゃねえよ。ユミル落ちたら当然だ。相手する。大勢の人の幸せのために死んであげた。でもその時に心から誓ったことがある。もし生まれ変わることができたら、今度は自分のためだけに生きたいと。言ってやろう。巨人の力を自分一人で逃げるために使うこともできたはず。なのに今そうしないのは、私たちを命がけで守ろうとしてるから。このままだとまずいぞ。ユミルのやつやられちまうんじゃねえか。死ぬなユミル。こんなところで死ぬな。こんな塔を守って死ぬぐらいなら、もうこんなもんぶっ壊せ。本当に壊しやがった。いいぞユミル。
後ろ位を警戒。他の兵員は巨人の討伐と104機の救助に向かえ。104機のほとんどは装備がない。彼らの安全確保を急ぐんだ。この厳しい状況で君は本当によく持ちこたえてくれたよ。こっちに強い巨人がいるのかな。ありがとう。ライナ、ここは僕に任せてくれ。狙い通り。落ちたら行ってやろう。いい動きだな。だが無理はするなよ。捕らえた。狙い通り。あんなの余裕だ。捕らえた。助かったぜアルミ、ありがとな。捕らえた。当然だ。トニー、今助けるぞ。倒せ。救援要請だ。こんな数の巨人が現れたって言うんだ。考えるのは後だよアルミ。今は目の前の巨人を倒すことに集中しろ。落ちた。狙い通り。相手する。
てやろう。狙い通り。捕らえた。落ちた。あんなの余裕さ。さあ、早く行くんだ。これでもう大丈夫だろう。拠点を作れ。助かりました。もうダメかと。相手する。クリスタ、今助ける。何とかする。ミカさん、ありがとう。助かったよ。行ってやろう。そっちは大丈夫か。私はいつでも動けます。部隊長、104機調査兵の安全確保完了しました。よくやった。それじゃ残りの巨人に集中しろ。狙い通し。
周辺の巨人討伐完了しました。よし、窮地は脱したね。クリスタ、ここで何が起きたのか教えてくれるかい？私の名前、ヒストリアっていうの。